次はなんかスタナット本人から来てる質問プラスこの編成からの動き方みたいなところをお答えいただけると嬉しいです。まずですね、スタナットさんね、まあ、ある YouTuber のことを参考にして、うん、すごく刀パにこだわりまして、うん、でも刀キャラ、まあ、見ればわかるんですけど、オクトーとカインがいるんで形はなんですけど、あとジークぐらいじゃないですか、あとアレイティアかな、まあ、その今マグナで刀、まあ、オメガ刀とかを入れるってことになった場合にどう見ます、うん、俺はいらないかなって思ってアドバイスしなかったんですけど、刀パ自体は、はい、未だに土マグナとしては強いとは思うんだけど、はい、前提条件で一振りが4突してないと無理。あー、なるほど。逆に言うと、今持ってる一振りを4突したら刀作っていいってことですか？オメガ刀も欲しいけどね、その2つがあればやってもいいと。やってもいい。あー、なるほど。ぶっちゃ聞きますけど、今この手持ちを考えて、そこにリソースを割く価値あると思います、うん、俺はないとも言ってるんですけど、一般的にはないかな。あれ、一振り？一振り。一振りが必要。金茂じゃなくて。一振りだね。いや、なんだろう、刀パって言ってもごめん、俺が言ってるのはグローリーなんだよね。ああ、そういうことか。うん。まあ、それだったら確かにそうですね。グローリー一振り、むちゃくちゃ強いですからね。そう、グローリー一振りは強、そうですね。まあ、追撃もやべえし、解放、献身解放が確か土属性攻撃アップだったかな。うんうんうん、そうなんですよ、アビー枠の。そう、オクトーと被らない。もうね、イカれてる強さには。イカれてますね。奥義打ったらたまに最高度。そうそうそう。でこれ一振りの最終まで持っていける状況では全くない。じゃあ最終でいきます。ダウンも残ってるんで。本人それで迷ってましたね。ああ。これは進めなかったです。ダウンの方向性に関してすでに問題点はあると。何個しかないもんな。これ打ったらだってそれで終わりってことだよな。そうなんですよ。なるほど。であいつも水はバルナ映ってますし、闇もそこそこ持ってるんで、まあ土強者の前で言うの悪いんですけど、まあ土にはとりあえずマグナでいいんじゃないかなっていうおすすめ具合があります今は。そう、俺もこの編成で見てダマが残り3個って言ったら一振りに打つんだったら、つか俺だったらそれこそオバマさんの編成楽器メインを古戦場に残しつつ、それこそ刀パだったら金茂作った方がいいと思いますけどね。結構ね、後陣がないって響くんですよね。そうなんだね、うん、ちょっとこのパーティーには弱いかな。右のオバマさん、違う、オバマさんの斧3つってなってくれば特に問題なく回ると思う。てか俺はやってたことあるんで、それこそ斧が3本あってオクトーとカインがいれば全然いけるとは思いますけどね。まあそこから土を追いかけるっていう方向になるんだったら止めはしないんですけども、多分古戦場が終わったら土の強化もここまでになるぐらいの気空詞なんですよ、うん、だったらこれ以上はっていうのはありますね。まあそうだね、正直そこだけだよね。一振り自体にダマを入れることはトータルで見たら全然マイナスではないんだけど、はい、全属性の中で土の位置づけをって考えたら、まあ普通は入れないよね。まあちょっとここで入れちゃえ入れちゃえっていうのはあまりにも無責任かなっていう。ちょっともしかしたら話ずれちゃって申し訳ないかもしれないんですけど、はい、ダマの使い方に関しては土古戦場だけを見据えるっていう使い方はすごくもったいないので、はい、ダマとかヒーローとか、まあヒーローは今の段階だと難しいかもですけど、少なくともその手に入るのが難しい SSR 強化、金剛賞もそうですけど、こういうのってできればもういくつも先の古戦場まで見据えた上で、どれをマグナで行ってどれを紙石で行くかってところまで考えて使ってほしいとは思いますね。なるほど、はい、つまりミキさん的にスタンツが今回一振りにダマを入れるってなったらないですね、はい、土はマグナでも十分強いんで。ありがとうございます。はい、次の質問なんですけど、皆無取った方がいいかなみたいなこと来たんですよ。皆無ちょっと認識ないんで、うん、これは全面的にお尋ねしたいんですけども、はい、皆無取った方がいいですか？まだかな、いらないです。まだいらない。
まだいらなさそうですよね。使いこなせない。なるほど、はい。一応カイム取ったらマグナツを掘る敷居は下がるって下がるじゃないですか。下がるけど、カイムにしてマグナハイランダーにしたところで、はい、やっぱ武器足らないんだよね。まあ、結局そこにはやっぱり一振りとかも必要になってきちゃうし、はい、マグナ武器だけでハイランダーはまず不可能で、はい、だったらもう斧3つ素直に集めてる方がある程度の上限も安定して叩けるからよくて、はい、うん、それこそトータルで見たときに本当に賢者カイム取っちゃっていいのっていう。あ、ですよね。まあ多分、うん、賢者をどれから取んなきゃいけないかっていう知識がまだないと思うんで、おそらく参考にした YouTuber のところを見ると、うん、なんかそういう考えになったのかなってなんですけど、オバマさん的にじゃあはっきり言ってください。カイムは？カイムはもう不要。不要。ありがとうございます。あのガキンチョはいらない。さあ、カイムはまだ、まあ。俺はいるけど。確かに、オバマさんカイム持ってなかったら、何お前ってなりますね。まあ、あれですね、受験者も同じですよね。すぐに取れるキャラクターじゃないので、ちゃんと見据えるところ、見据える古戦場を見据えて取りに行ってほしいですよね。はい、間違いないです。闇古戦場が今発表されてるので、まあ、俺はニーヤをおすすめしたいです。ああ、まあ確かに。いや、闇が好きだからでしょ。ニーヤが一番可愛いですよね、受験者。結局、趣味で取った方がいいと思う。あ、もうニーヤが一番俺強いと思ってますよ。俺はアラナンよりニーヤ派だし、誰が取っても強いと思ってます。闇子戦場の時にまたニーヤまで行ってもいいかって判断ですね。そうですね。とりあえずさあ、今回はカイムはやめとけ。まだ早い。まだ早い。強いけど使い勝手が難しいキャラでもありますからね、カイムは。で、次に、これ今の話の中で結論出てたような気がするんですけども、本人まだティターン持ってないんですけど、古戦場までにそのティターンの期待値があるスタレが来るだろう読みで、スタレは買おうかなっていう意思なんですよ。で、仮にスタレが来た時にこの持ち物スタートでティターン編成に移行していいと思いますか？ダメです。ダメです。早い。いや、いや、土マグナは風マグナと同じぐらいマグナで普通に強いので、はい、中途半端にティターンやるぐらいだったらやっぱマグナの方が強いんだよね、普通にね。はいはい、まあそれはよく言われてるやつですよね。うん、結局土になってくるとティターンとマグナで多分圧倒的に変わるのは、はい、編成でどこまで条件を上げれるかっていうところ。はいはい、なんですよ、きっと。で、まあ、カイムとかもそうだけど、やっぱ上限アップを盛りつつも、基礎攻撃力も高く保てるのがティターンの理想的なところで、はい、それができない間は、正直マグナでも火力の大差はなくて、はいはい。うん、コスパも良くないし、なんかこう、土と一生添い遂げる気がなかったら、相当お金がないと、あんまりお勧めしたくないっていう。ありがとうございます。はっきり言ってやってください。さあ、次。そうだな。とりあえず、酒ばっか飲んでないんで、マグナを掘ってくれ。ちょっとこれでも、言いたいことはありますね。はい、お願いします。ターンに移行する。これちょうど自分の水の時と似てるので、はい、自分も、でもまあ、バルナを俺はスタレジで引く。この次のスタレジで絶対バルナが出るはずだから、その時に引いて、俺はバルナに移行するっていう考え方、まあ近いとは思うんですよね。はい。で、その時にやったことって、結局バルナが出なかった時用にマグナを完璧にすることと、バルナが出た時に自分の理想のバルナを作るためのダマの量と武器は用意しておく。ただとつらない。うんうんうん。だからスタンナッツさんが直前で上石に移動する可能性を考えてるんだったら、オバマさんに提示されたマグナはもちろん完璧に作りつつ、あのティターンを引いた時に一期一会にとつるのと、どちらの終末も用意すること。あとカイムも、あの、セフィラ使わないギリギリまでは、てかまあ、アストラが取れるんだろうっていうギリギリまでは、準備する。うん。で、そもそも、多分、ハイランダーやるんだったら、週末最終にする必要がほぼ出てくると思うんで、はい、週末も最終にする準備ができてるんだったら、どっちも狙って、ティターンが来た瞬間に、よっしゃ、ティターン一期一会ぶん投げようでいいと思いますよ、俺は。それで全然強くなれると思う。はい、そこまでできるならばやっていいと思います。なるほど。これミキさん的にあと1ヶ月でそこまでいけると思います？これ見て。
え、仕事辞めれば仕事辞めればえ、でも仕事辞めるくらいの決意が必要ですね、これは。でもきついですもんね、だって。いや、仕事辞めても無理だろ、これ。いや、仕事辞めればいけますよ。ウルトラパワーワード来たら今仕事辞めて、全財産つぎ込めればいけるかもしれない。うん。でも実際素材どうだろうな。足りてないことはないんじゃないか。で、結局、神石ティタン編成って一期一会さえあれば、他の武器ってある程度無課金武器でもそこそこ強くなれるじゃないですか、一応。はい。週末最終がやっぱりでかいかなとは個人的には思うんですけど、一期一会と週末最終に渾身入れれば、まあ、ある程度は形になるのではないだろうかと。どっちが強いかって確かになんともなんですけど、うん。そうね。いや、ミキさんのようにね、多分形にはなるけど、うん。マグナとどのぐらい差があるかって言ったら、あんまりないと。ああ、作れても。はいはい。そう。だから、いや別に構わないんだけどね。うん。ただ冷静に見るとやる価値は、そんなにないよって思っちゃう。うん。ありがとうございます。で、最後に、これ、マルチが来る、のが約束されてるんで、ドラポンも作れるかなっていうイメージはあるんですけども、ドラポンどっか入ります？普通に週末と入れ替えでいいですか？ドラポン入れるならね、まあ理想としてはちょっとメインで使いたいよね。ああ、はいはいはい。バフで、扇バフで連撃上がるからメインで使いたいけど、ジョブが相当限られちゃうので、ドラポン弓だから。うんうん、うん。だからまあ普通に週末と入れ替えかな。ドラポンをメインで持った場合に、週末の枠には何が来るって話になったら、普通にゼノウフコとそのまま入れて EX 枠2つとかですか。過剰だと思うんだよな、そうすると。まあ、余力があるなら、普通にゴブロ刀とかユグケンレベル20とか入れてもいいけど。うんうん、あ、3セット目。あ、そうか。ドラポンが作れたら初めて、ゴブロ刀3セット目も頑張ろうって感じですか？まあ、入れてもいいんかなって感じ。うんうん、まあ、無茶に作る必要はないかなって感じがするので、その場合はもし刀が余ってたら刀入れてもいいし、ないなら別に有権でもいいよみたいな、それくらいの考え方ですかね。うん。そうだね。なるほど。ありがとうございます。そうだ。やつの方向性はこんなとこですかね。一応総括映るんですけど、ミキさんからスタナッツに向けていろいろはっきり言っちゃってください。スタナッツさんにはぜひマグナでオバマさんが作った編成完璧に作ってもらって、もう全力で走ってもらって、まあ仕事とか忙しいかもしれないですけど、そこはもううまいことうまいことその上司の目を盗んでオート放置でもやってもらって頑張って稼いで、仕事的には絶対できないそれは絶対できない何度もトイレ行ってくださいトイレ何度もトイレ行きましょう。破綻しちゃう大丈夫、トイレ行けばなんとかなる。大体トイレでやってればバレないトイレ行こう、トイレで頑張ってください。そもそも仕事中に絶対にスマホを持てないまあできればね、ミキさん、はい、自分はモチベーションないとかそういうちょっとね下がったこと言わずに、ぜひ仲間としてはい行ってやってください。全力で走ってください。もちろんミキさんも、自分も団内3位か5位以内には、団内5位以内には入るんで、サナツさんもぜひ団内5位以内入ってください。なるほど、ありがとうございます。団内5位に入りましょうと。大間さん、今日ずいぶん固いこと言ってもらっていろいろ申し訳なかったんですけども、サナツに向けてぜひエールを送ってくれると。そうですね、一応今回は松地編成ということなんで、まあこれだけ土編成のために生きてると言っている自分が、はい、まあちょっと適当なことを言うわけにもと思って、まあ結構真面目に考えました。ありがとうございます。今のレベルからして、まあ頑張ればなんとかなるという軸で作りましたので、はい、本当にもうね、ゴブロが嫌いになるぐらいゴブロに通ってゴブロを倒しまくって集めてください。なんとかそうすればここまではいけるはずです。ありがとうございます。 CV 平野綾を叩いて叩いて叩きまくれと。そう、平野綾をボコボコにしてくれ。ボコボコにしろと、まあ、入るたびに足だけ見てればいつの間にか終わってますよ
そういう相手です。見せるだけじゃなくてちゃんと殴ってくる。足見ながら足殴ってりゃいいんじゃないですかね。青箱ライン40万だからね、頑張ってね。はい、ありがとうございます。サナツ土子戦場、ここまで頑張ろうっていう動画でした。まだまだグラブル始めたばかりで同じような編成の方も、まあ、ここまで頑張れば古戦場楽しめると思うんで、参考になれば幸いです。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。